スネーク。今日はどうしたの、スネーク。サッカーしたんだよね。ヒューイ、審判だったのよね。僕たちは国を捨てて、この星と一つになったって。私たち、みんな仲間だよね。あれは確か、私は、思い出せない。でも、平和の使者、女子学生で。ごめんね、スネーク。少し頭が痛いの。少し休ませて。